はい、いつもございます、高です。今回なんですけども、今回こちら、はい、イボーク0120ですね。はい、こちらをね、ようやく手に入れたというか、諦めてたんですよ、これ。買った時に、当日、まあ、発売日があった時に、まあ、朝からね、行ってみたりとか、夕方行ってみたりとか、その後日違う店に行ってみたりとか、まあ、いろいろしてみたんですよ。で、結局全く手に入らなかったというか、売り切れてますとか、まだ入ってませんとか、そんな感じだったんですよね。で、たまたま、前日の動画かな、はい、ちょっと転売屋とかいう話をしたところの話の中で、で、次の日ね、その日のね、夕方かな、まあ、30ぐらい、ちょっと30分ぐらいね、ちょっと撮影のようというか、で、フラッとこうフィールドに行った時に、ちょうどね、視聴者さんがおられたので、あ、いつも見てますみたいな感じで言われてて、イボークゼロ買われましたみたいな、あ、それなかったんですよ、どこにもって言ったら、僕持ってるんで、よかったら一つ譲りましょうかって言われて、マジですかって言って、まあ、基本的に、ね、僕は譲ってもらうのって、まあ、そんな悪いなと思って、結構断ったりはしてるんですけど、まさかのもう、イボークゼロに関しては、正直、これを転売で買うぐらいの、ガソリン代と時間を多分使ったと思うので、いいですかって形でね、まあ、定価で譲っていただきました。はい。という感じですね。で、今回これ、イボクゼロ、ちょっとインプレしていこうかなと思います。まあね、もうすでにね、出て、もう使われて、魚を釣れましたっていうね、コメントとかもいただいてたんですけれども、まあ、僕なりにね、ちょっとどんな感じなのか、ちょっとやっていこうかなと思います。はい。ですね、まず、パッケージ、紙パッケージになってます。これ、まあ、エコの目的ってことですよね。キムケンさん言ってたんですけど、キムケンさん僕大好きなんで、もうとりあえずイボクは、かなり気になってました。で、実際後ろにいろいろ、まあ、いろいろ書いてあると、まあ、これはホームページ見ていただければ大体どんなのか分かると思います。で、じゃあ開けていこうと思います。紙パッケージだからちょっと弱くなってるっつったかな、あんまり頑丈ではないけど、これをしたかったと思う。見た目これかっこいいですよね、普通に。まあ、環境に優しいとなればこれで、まあ、手間はかかるって言ったんですけど、はい、こんな感じです。で、このね、フィルムをバイオフィルムって言ってました。はい、こういう感じに入ってます。まあ、割とでかいですね。イボークでいうと 4.0 ぐらいの大きさがあるかなと。で、150はね、まあ、今年中か来年頭ぐらい出るんじゃないかなっていうふうに、キムケンさんも言ってました。はい、付属パーツはこれだけですね。で、ペラが後ろについてるって感じです。はい、で、レンスなんですけど120で、ウェイト 29.5 なんで、まあ、1オンスちょいぐらいですね、重たさとしては。はい、ちなみに今日ね、マイクちょっと入れてるんですけど、音量とか気になったらぜひコメントください。フロントのね、フックが PS クワッド入ってます。これ初めて見ますけど、めちゃくそいかついですね。で、後ろは普通のトレブルですね。まあ、大きめのものがついてます。はい。で、まあ、タックルなんですけれども、どうしよっかな。まあ、バーサタイルで多分いけると思います。ミディアムヘビーぐらいでギリギリ。ビッグベイトさはあまり使う必要はないかなと思うので、まあ、時期的にもね、正直必要かなと思ってたところあるんですけれども、まあ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 、それに踏まえてちょっと諦めてたけど、まさか視聴者さんのおかげでね、入手することができたんで、まあ、やっていこうかなと思います。で、ちなみにね、前回イボークが買えないとか、出ないぞイボークいつだみたいな感じでね、買ったやつもここに一応あるんですけれども、はい、これがね、前回ワッパープロッパーやったかな、と名前がまだ覚えれないっていう、まあ、そんな感じでね、こういうペラ系のやつ、まあ、これが結構モデルになったらしいです。はい、という感じですね。あとはバークレーのチョッパーやったかな、はい、というとかね、その辺がまあモデルになってるかなっていう感じで、でかさとしてはこんな感じの魚と思っております。では早速ね、やっていこうと思います。割とね、持った感じでかいですね、かなり。ちょうどここにワドルバギーがあるんですけど、ワドルバギーと比べてもこんな感じの差ですね。はい、ボリューム感もしっかりある。ああ、水ベルになってるんだ、ここ水ベルになってますね。今結ぼうと思ったらくるくる回るんで、水ベルになってます。そんな感じのすごい細かい部分まで、もうキムケンさんとか、まあ、関係者の方々がね、作り込まれてるんだとは思います。で、一応ね、他のね、ちょっとバズベイトだったりとか、こういうのと、まあ、ちょっと比較してみようかなと思っておりますので、やっていこうと思います。はい、ではちょっとやっていこうと思いますけれども、ちょっとね、今日どこ行ってもフィールドいっぱいいっぱいなんで入れなかった。今ここに来ました。で、しかもこのネックマウントが壊れてて、今割り箸で止めてるんですよ。ちょっとグラグラしたりするかもしれないけど、それはちょっとご了承ください。で、タックルなんですけども、19アンタレスに14ポンドのフローロカーボン巻いてます。で、タックルが1610の MH ですね、ブレイゾンを巻いてます。で、今持った感じ、ウェイトとしても全く問題ないかなと思います。はい、投げる感じも多分よく飛ぶんじゃないかなと。あとはショートピッチ投げてみるか。いいですね。で、あんな感じで浮きます。で、あとはもうただ巻き。もうなるほどね。わかりますかね、音の感じ。まあまあうるさいです。こんな感じです。なんか音のコココココみたいな音が結構激しいですね。ちょっととりあえず投げてみますか、何本か。
まあ、やっぱ飛び感はすごいいいです。めちゃくちゃバランス設計というかしっかりあるなっていう感じですね。今すごい鯉がいっぱいいるんですけど、鯉はまあそんな虫ですね。どうでしょう、音の感じとか。もちろん水中の中だと音はまた変わってくるんですけど、水面だとこんな感じです。まあ、しばらくちょっと投げてみますか。よう飛びます。やっぱりこういう系のねルアーはバズベイトとかもそうですけど、遠投してしっかり遠くから呼び込んでくれるというか。でキムケンさんが言われてたんですけど、やっぱりこの音にかなりこだわってるので、そのレンジがある程度離れている魚とかもしっかりこう引っ張り出せるような設計になってるという感じですね。うっさで、ボディなんですけれども、一応あのなんかアンカー効いてるボディ形状になってるので、要するに、ちゃんと浮いた状態、バランスが取れた状態に持っていく設計にはなってるということですね。で何もしない状態での立ち位置っていうのは、ね、ちょっと頭出しぐらいの、まあ見えるかな、頭出しぐらいでケツが若干沈んでるっていう感じですね。で巻いた時のはボディがね、やっぱりこのペラがこんだけ大きいのがついてるんで、ボディもちょっとこういう感じでブル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 と震えてくれるっていう感じです。いいですね、めちゃくちゃいい。よう飛ぶ、これですからね。軽く飛ばして、でスピードのレンジというかいうのもこれぐらいにゆっくりにしちゃうと今こんな感じ。これだと多分ね、うまみがないと思うんですよね、おそらく。なんて言ったら今こんな感じで巻いてるんですけど、これぐらいね、ノーマルギアで、これでもね、多分羽物みたいな感じの音のバランスっていうのはあると思います。これで、あ、ゆっくりすることによって、このねボディがこうちょっとね大げさに動いてくれる感じです。はい、そんな感じかな。からこのかなりね音のね質っていうのは今まではなかった感じですね。もちろん僕が知らないところでこんな同じ感じのあるかもしれないけど、ちょっと質違うかなと思っております。であとはね、アクションとかも多分その今ただ巻きですけど、でもちろん早巻きすれば、これちょっとやりすぎかもしれないけど、でもこれもね、あ、こんだけ巻いちゃうとさすがにねボディ回転します。なのでマックスで多分崩れないマックスでどれぐらいだろう、なんか引っかかった、これぐらいノーマルギアで。これじゃちょっとね崩れます、体勢が。なのでそんなむちゃくそ早巻きできるものではないなっていう感じですね。だからスイベルがついてることでしっかり安定してくれてるっていう感じですね。いや、まあ時期的にはねこれから多分この厳しくなるけど、今ならギリいけるかなって感じですね。で投げてあげて、普通にあのなんかキムケンスタイルさんの方でビッシュさんねで使ってたのは、巻いてて止めて、で止めた時のねこう止め感っていうのも、もちろんこれってバズベイトって止めれないじゃないですか、止めたら沈んでいっちゃうんで、止めれてる時のこの感じだったりとか、あとはポップアクションとか、これもいいですよね、ポッパーみたいな。相当うるさいですねこれ。でもちろんイボークのシリーズにあるやっぱ浮力があるので、ズボッとった時にしっかりあんま潜らないですね、ちょっと潜ってフッて浮くみたいな。で浮いた時のこのちょっと余韻、こういう感じのフラフラフラみたいな、そういうのも全然あります。こんな感じですね。結構ね、まあ、鯉のコンディションにもよるけど、今こんだけ鯉がバッているところに投げても逃げないんですよ。まあ、ちょっと別にこれかけちゃダメなんで危ないですけど、あのちょっと興味示しますね若干。うん、すごい。やっぱ動き出しがない時とかはポッポッパーみたいな。もちろんこう優しくしてあげると、してあげても全然使い勝手は良さそうですね。ペンシルみたいなちょっと浮き方になるんですよね。はい、じゃあちょっとね、今ちょっと使っていったんですけど、あの他のやつですねとちょっと比較してみましょう。実際になんかこれすごい外人の方がナマズ釣ってたりとかする、ナマズなんか外来種というか他のね魚種を使ってる
ボコボン釣ってるチッキックトッカーがみたいなで聞いたことはあります。はい、じゃあちょっとこれね、まあもちろん前回動画見てくださってる方は覚えてると思うんですけれども、ちょっと今回もねまた改めてやっていこうと思います。じゃあちょっとやりますね。あ、でも近いかもしれんなこれ。わかるかなこの感じ。いやでもこれやっぱなんかあのこれ人間的な視覚の話なんで、これはバスがどう好むかってところはあるんですけど、やっぱりそのイボーグゼロとかって金属パーツじゃないですか。もちろんパイプとか入ってないからどんどん使っていくと使っていくとあの擦れてバズベイトと一緒でいい音出るようになるんじゃないかなって正直思います。でこのこいつはすごい柔らかいサウンド、ボコボコボコみたいな感じですね。これもね、あの一応プラスチックだけど中はね芯はメタルが入ってるので、その音の違いはあると思うけど、結構やっぱこれをねモデルにしたっていうのは納得できます。だから別にこれもしイボークゼロ、まあ別にもう結構ね皆さん買われてるし、意外とね店舗によって割と在庫あるみたいなんでどうなんかってことですけど、もしこれ見つけられたらこれでもね全然いいと思います。とかむしろこれいいな。だからイボークとまあどっちがいいとかってちょっと言えないんですけれども、結局その質としてはかなりそっくりですね。やっぱモデルになっただけありますね。今ちょっと濃いな反応見てると、イボークゼロの方が実際ちょっと優しいサウンドなんかなみたいな、実はあんだけ金属ついてても、金属ででかいペラ、片ペラなんでね、まあこっちも片ペラですけども、プラスチックだからやっぱこの音のね質っていうのは変わってくるんだろうなと思います。だから今そこのねごめんよこいたち、まあ、まあでもねやっぱそんな感じです。音の質が全く違うので、こういう部分はでボディのね揺れ方も結構近いです。こんな感じ。もちろん飛び感とかもね非常に近いので、どちらかというとこっちの方がよく飛びますね。イボークの方がやっぱ結構ずんぐりボディなので、なんで意外とこのこっちイボークゼロの方が優しいなっていう感じはします。水中の感じを見てもというか、音の質感だったり、こっちの方がなんか柔らかいポコポコサウンドではあるんですけれども、イボークゼロの方がより幅広い魚にこうリーチしてくれるんじゃないかなっていう予測が立てれますよね。はい、じゃあ次バズベイトちょっとやってみましょうか。はい、じゃあ次ねバズベイトなんですけれども、まあちょっとデプス系に行ってもいいかなと思ったけど、まあマスターブラスターがあったんで、まあ結構これでいいかなと。まあ結構汎用性高いゲイリージャンボバズのハイブリッドバーみたいな感じで僕は捉えてるので、じゃあはい、ちょっとバズベイトやっていこうと思います。もうやっぱね距離感的にもそうなんですけど、音がねこう水中に入ってるのと出てないのと全然違うじゃないですか。そもそも論そこが違うのと、この片ペラじゃないことによって音がやっぱ均一にこう出てるっていう感じですよね。あーなるほどね。まあなんか周波数的な意味で言えば、実はあの僕あの今更なんですけど音楽もちょっとかじったりするんですけど、この周波数的な部分で言えばこっちの方が幅広いこう、周波数をヘルツをねカバーしてるかなっていう感じは正直します。なんでこれがねまた全然違う感じだと思います。だからイボークゼロの方が非常に柔らかいし、バズフェイトは広く浅くみたいなサウンドなんじゃないかなと思います。もちろん水中によってとか、まあ、バスに聞いてみないとね正直分かんないところはあるんですけど、まあちょっとここ聞いてもらったら分かるかな、まあ、こういうサウンドとさっきのねイボークゼロをちょっと比べてもらったら分かると思うんですけど、はい、まあ、バズベイトはこんな感じですね。でちょっとイボークゼロに戻しますね。はい、ではねイボークゼロちょっと戻して、今バズベイトとウーパーワッパープロッパーだったっけをやってみたんで、ちょっとやってみようと思います。こんな感じです。どうでしょう皆さん、今聞かれてきてどんな感じの印象持たれますかね。まあでもなんか言ってしまえばバズベイトと、ワッパーフロッパープロッパーの間みたいな
感じです。まあもう言ってしまう金属とあれなんで、その感じが非常に現れているので、要するにワッパーだとちょっと強すぎる、バズベースだと広く浅すぎるところをちょっとこう突出させたみたいな感じの音質だなと個人的には思います。水中の中の響き方も多分それにはまあ近いと思うので、はい、っていう感じですね。で別にこれパイプとか入ってないから、やっぱりこれ使えば使うほど音の質は変わってくると思うし、まあ、バズベートとはちょっとね、まあ、まあ違うとは思うけど、すごいねサイバーにこだわれてるんですよね。こう後ろとかのね、あのここにね、ここがちょっと角部分がしっかりあるんで、かかってもバレないとか、そういう設計にはなってます。こういうねところだったらバズベイトは絶対落ちるじゃないですか。で水深めちゃくそ浅いんですよ今これ。でこういうところはこういうちょっと軽いポップアクションみたいな感じしてあげても全然いいですよね。あ、しかもねこうドッグウォークするじゃないですか、コンってしたらこの結構ね扁平というかなんでグラッとなるんですよ。でこれが例えばこういうフラッシング系のカラーだったりするとキラッとなるんで、そのタイミングにこう魚が気づいて上がってくる可能性もありますよね。こうまっすぐ泳がないんですかね、ちょっとそれ個体差があるのか分かんないですけど、まあ、バズベイトみたいに右回り左回りみたいな感じはあるかなと。若干ね今僕から見て右側にちょっと反れますね。なんで左にちょっとロッド構えてあげると真ん中まっすぐ泳いできてくれるかなと。はい、ではね今回ね、こちらイボークゼロをインプレしていきました。30分ぐらいちょっとね、あの一通り巻き通したりとか置きとかやったけど全く無反応です。水温もね測ってみたんですけど19、18ぐらいなんで全然可能性はあると思うんですよ。あるけどちょっと厳しかったなーっていう感じとタイミングかなとは思っております。でまあ早く釣れよって話ですよね。インプレばっかりして、それは本当心苦しいんですけど僕は釣れなくてもインプレをします。はい。もちろんね買ってみたって人もいると思います。その中でねじゃあどう使っていくのがいいのかとか、どういう位置づけで使ってあげたらいいのかってところなんですけど、結構やっぱね、さっきも言ったんですけどバズベイトとかだとこう浅く広いレンジの音の範囲だったりスピードレンジで止めれないですよね。ただイボークゼロに関しては止めることができるし、ポップアクションもできる。で音の質としてはさっきのワッパープロッパーみたいにボコボコって結構うるさめの音じゃなくて結構優しめなんで、幅広い魚にアプローチすることができて、かつそういう魚を取っていける広範囲にというか、まあ、考え方としては多分あのバズベイトとかと一緒だと思うんですが、やる気のある魚とかちょっとレンジ下がってる魚に対して音で引き上げてきてやる気のあるやつを取っていくってなんか形になるので、これでなんか全て取れるわけじゃなくて、多分イボークゼロに反応する魚をいち早くフィールドをサーチしていけるっていうルアーだと思います。でね、まあ、時期的には多分今はもう10月末なんで、11月頭か中頃ぐらいまでが限界かなとは、まあ、キムケンさんもねなんか寒い時期10月11月でも出ましたよって言ってたので、まあ、その辺が限界かなと思います。なんでね、もしお持ちの方、もし来年の夏とかアフターの時期とか絶対活躍すると思うんで、まあ、その頃ねまた僕も使っていきたいなと思っておりますし、まあ、これからねちょっといけそうな時だったなと、例えばめちゃめちゃ晴れた日の夕方とか、あのよくちょっと魚浮き気味になることってありますよね。そういう時に使ってあげるのもいいんじゃないかなと個人的には思います。はい、まあ釣ってから言えという感じなんですけど、まあ、今回ねそんな感じでイボークゼロをインプレしていきました。ぜひ何か少しも参考になれば嬉しいです。はい、では今回のライブご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。